お前らの武器が子供を殺害。ロシアで新政権派がハンナト集会。モスクワにある北大西洋条約機構、ナト加盟各国の大使館前で4日、ウクライナへの軍事支援に抗議するプーチン政権支持の学生団体による集会が開かれ、お前らの武器が子供を殺している、などと声を上げた。この日は74年前にナトが発足し、 今年は隣国フィンランドが加盟した。自らウクライナに侵攻したにもかかわらず、ロシアでは NATO 脅威論が一段と高まっている。米欧のウクライナへの武器供給で数千の市民や高齢者、子供が殺されている。NATO が停止することを求める。モスクワにあるフランス大使館前で4日、侵攻を指示し、愛国主義を掲げる学生団体が集会を開き、100人以上が集まった。代表者が、 フランス政府はロシアと戦争していないと言っているが、世界が武器供給を目撃している。お前らの武器が子供を殺していると知れと言うと、ストップ、ナト。お前らの武器が子供を殺していると声を揃えて繰り返した。脅威を排除するために軍事技術的な対抗措置を取る。フィンランドのナト正式加盟にロシアが示唆。 北欧のフィンランドが NATO 北大西洋条約機構に正式加盟しました。ロシアは対抗措置を講じる可能性を示唆しています。ロシアとおよそ 1300km にわたって国境を接するフィンランドは、これまで軍事的中立の政策をとっていましたが、ロシアのウクライナ侵攻を受け方針転換しました。ニーニスト大統領は、フィンランドでは軍事的中立の時代が終わり、 新しい時代が始まると述べました。これに対し、ロシア大統領府のペスコフ報道官は、NATO の拡大はロシアの国家安全保障に対する意図的な侵害であると述べました。さらに、脅威を排除するために軍事技術的な対抗措置を取るなどと警告しています。アメリカやウクライナはフィンランドの NATO 正式加盟を歴史的な日と歓迎しています。対抗措置、大いに結構、 そんな余裕があるならの話ですが、どんな形であれ戦争を仕掛けた方が最終的に損をするという構図に持っていく必要はある。ウクライナを侵攻した結果、NATO が拡大した、しかも国境に、という事実をロシアに突きつけるのはいいこと。間違っても侵攻以前よりロシアの状況が良くなってはならない。スウェーデンの承認も急がれたい。 放送禁止用語、戦争も使用。ロシア国営メディアが不満の声の特集で政府批判。様々な理由をつけて保証を拒む当局。それに対して、こんなはずではなかったと題した記事で兵士の不満をぶつける異例の事態に。 ウクライナでの戦闘中に負傷したにもかかわらず、プーチン大統領が約束した保証を受け取れていない。ロシアの国営通信 RIA ノーボスチが3月28日、こんなはずではなかったと題した記事で兵士らの不満の声を特集し、同国メディアとしては異例の政府批判を繰り広げた。ロシアでは昨年3月、 軍に関するフェイクニュースを拡散した者に最高15年の実刑を科す法律が成立し反プーチンの言説への弾圧が強化された戦争という表現も禁じられメディアは特別軍事作戦と称してきたが今回の記事では戦争が用いられたプーチンは侵攻開始の1週間後負傷者に300万ルーブル約500万円の補償を約束し 死傷者の家族を支えるのは国家の義務だと述べた。だが死傷者が増加する中、昨年5月には保障の条件を厳格化。取材に応じた兵士らは当局が様々な理由をつけて保障を拒んでいると訴えた。満足に訓練もされないまま、戦況も正しく知らされぬまま、地獄のような前線に送り込まれて死傷するロシア国民。1年前、 半年前とはさすがに国民感情も大きく異なってきただろう。これはおかしいと。勝ち目もないと。何よりもまずプーチンは約束を守らないと。プーチンが最も恐れた男、ナワリヌイが身をもって示したロシアの両親。アレクセイ・ナワリヌイ。 46歳、ロシア人の民主活動家、弁護士、妻と一女一男。2021年1月以降、9年の刑期で服役中。一応罪名はついているが、独裁国家の常で、そんなものに意味はない。ナワリヌイは2010年前後から政府批判の絶望の鋭さで一躍注目を浴びるようになった。 クレムリンの頭痛の種で、見逃せば弱腰と言われ、捕まえれば殉教者になりかねない存在だったが、しかしもう捕まえてしまえば、クレムリンのもの。プーチンは、ナワリヌイを忌み嫌い、反体制の人とか、その人物などと言って、ナワリヌイの名前を決して口にしない。プーチンが最も恐れた男と言われるゆえんだが、プーチンは彼の存在を認めたくないのだ。肝ったまの小さい男だ。 そんなナワリヌイを追ったドキュメンタリー映画ナワリヌイが第95回アカデミー賞2023年3月開催の長編ドキュメンタリー賞を受賞した。監督は撮影時まだ29歳だったダニエル・ロワー。飛行機内で毒殺されかけた。2018年、 ナワリヌイはプーチンに対抗してロシア大統領選挙に立候補したが立候補は無効とされた。SNS に発表した一緒に詐欺師を捕まえようという一連の汚職追放の動画は国民の間で大人気だった。しかしテレビは出禁、新聞は彼のニュースを載せず最初の頃は盛り上がっていた集会も禁止された。事務所は警官に荒らされナワリヌイは有害な緑色の液体を 顔に浴びせられ、拘束された。2020年8月20日、決定的な事件が起きた。その事件がこのドキュメンタリー映画の中心でもある。シベリアのトムスクからモスクワへの木とナワリヌイは機内で急に意識不明の渋滞に陥ったのである。オムスクに緊急着陸したが、夫人や彼のチームは当局に妨害されて会えない。 毒の痕跡が消えるまでの時間稼ぎだったと言われる。夫人の働きかけとメルケル首相の受け入れもあって、やっと22日にベルリンの病院へ移送された。ドイツの医師は神経剤の伸び蓄が見つかったと発表した。昏睡から覚めたナワリヌイは伸び蓄を使われたと知って逆に驚く。 というのも、ノビチクというのは、モスクワのシグナル科学センターで生産されていたもので、即プーチンと結びつく毒物なのだ。殺したかったのなら、撃ち殺せばいいのに、彼らはアホ、バカ、マヌケなのか、と毒づくナワリヌイが、面白くもあり、タフである。容疑者を8人に絞り込んだ。 オープンソースを駆使するオンライン調査機関ベリングキャットの主任調査員クリスト・グロゼフは当初ナワリヌイを本当に後ろ盾がないのかロシア政府が操るエセ反対制派の一人ではないのかと疑っていた彼が極右や民族主義者とも付き合っていたからだしかし彼の毒殺未遂事件を知って独自に調査を開始するクリストは電話、電子メール 免許証など、あらゆる情報の膨大なデータベースを調べ上げ、その結果、暗殺実行犯の容疑者を8人にまで絞り込んだのである。その分析の手法は驚くべきもので、私は世界はこんなことになっているのかと知って驚いた。クリストは容疑者たちの顔写真も名前も住所も電話番号もすべて手に入れ、縄りのいと連絡を取ったのである。ここで、 ナワリヌイとクリストは思い切った賭けに出た。ナワリヌイがドイツから容疑者たちに直接電話をかけ、担当直入になぜ俺を殺そうとしたのかと聞くというのだ。このドキュメンタリーのハイライト部分である。まず、筋肉バカ、FSB ロシア連邦保安庁の軍人3人に電話をかける。彼らは絶句し、とぼけ、すぐ電話を切る。 そこで、ナワリヌイたちは方針を変え、関係者の偽名を使って、今度は科学者に電話をかける。コンスタンチンという科学者が騙されて、もし飛行機が緊急着陸しなければ暗殺は成功したこと、毒物を仕込んだのはナワリヌイのパンツの縫い目だったことなど、暗殺の詳細を喋ったのである。ナワリヌイのチームはその全てを録音し、録画した。 2020年12月17日、モスクワでプーチン大統領の年次記者会見が開かれた。内外の記者たちの前で一人の記者がプーチンに問う。ナワリヌイが自身の毒殺未遂事件の調査結果を発表したが、この段階ではまだコンスタンチンの録音は公開していない。なぜ警官は捜査しないのか プーチンを大統領にしたくないと帰国。プーチンが答える。ベルリンの病院にいる患者の件だが、と言って例のごとく名前を呼ぶに値しない存在だと余裕を見せながら、あれは米国の諜報機関の情報で、例の患者は CIA の支援を受けていると。全く喋っている本人も、 また聞いている全員も嘘だと分かっている嘘を平然とつくのである。こうでなくては独裁者は務まらない。さらに、もしその人物が独殺されるべき存在なら、と、ここでプーチンは小馬鹿にしたように笑い、とっくに殺されていると言ったのである。そして、あの人物は自分を格上げしたいのだろう。国のトップと互角なんだぞと。